はい、今日は南西部を中心に雨の量が特にまとまりました雨雲の動きについて振り返っていきましょう今日の明け方から時間を進めていきますご覧のように赤や黄色の活発な雨雲が朝の時間帯大島半島から胆振、日高、宗谷などを通過していきました雷を伴って短い時間に滝のような雨の降ったところもあったようですね 午後に入って函館周辺から胆振日高にかけて再び活発な雨雲が通過していきましたこれまでの24時間に降った雨の量は厚まで117ミリと100ミリを上回りまして今年の最大を観測しています短い時間で大量の雨が降ったために排水が追いつかず道路が冠水してしまったところもあったようですでは今回の雨の要因と今後の見通しについて見ていきます 北海道付近には秋雨前線に伴う帯状の雨雲があります。一方、九州の南海上には非常に強い台風10号がありまして、台風からは離れているんですが、台風を回る湿った空気がどんどん流れ込みまして、雨雲を発達させました。ではこの後、明日にかけて時間を進めていきます。この前線、この後やや南下しまして、北海道付近からは離れていきそうなんですね。 ほとんどのところ、雨は今夜いっぱいで止み、明日日中は太平洋側の東部で多少残る程度となりそうです。明日の夕方までに東部の多いところ、さらに80ミリ前後の雨の降るところもありそうです。え、そして気になるのが台風10号のこの後の進路です。こちらご覧ください。この時間台風10号は非常に強い勢力で九州奄美の周辺にあります。 この後九州本土に接近または上陸した後進路を少し変えましてこの中心を通った場合は日本列島を縦断するようなコースになりそうです北海道目線で言いますとこの予報円の北側を通っていった場合日曜日から月曜日にかけてどうなり大荒れの天気となる恐れも出てきています進路予想変わりやすくなっていますので今後も最新の予報を確認するようにしてください